はい、ピースケです。パープラプリやっていきたいと思います。ということで、はい、行きましょう。呪術廻戦です。はい、で、イタドリくんが思考のクローザーということで、あと思考じゃなかったんだよね。はい、スタミナで、で東京なので、まあ、善逸の代わりにもなれるっていう、はい、感じの性能でございます。はい、やっぱ砲丸投げのあれでスタミナと肩になってますね。はい、で野手だと金徳2個です。はい、ですです。でパワースタミナですね。はい、で伏黒です。打撃守備、結構こいつがしらす性能なのかな。はい、人気ナンバーワンキャラですね。はい、ということでございます。で釘先が、滅多打ち挑発ということで、はい、パワー総力かな。はい、感じでございます。でタグボのテーブルだったかな、 90% とかのやつだったと思います。はい、ということでいきましょう。でガチャが結構優しくて、選択 PR、SR、ノバラ、伏黒、イタドリと、はい、まあ、1枚ずつ確実に出ますよって、まあ、吉と出るか凶と出るかって感じなんですけど、はい、で選択権と選択権、はい、どうしようかね。何もなければイタドリにしようかな。なんか副産物出たらいいなと思うんですけど、お願いします。あ、やばい、ゼロ SR。 あ、野原さん、そうっす。あ、金徳3つ、まあ、シラスやっぱできる性能ですね。はい、領域点、あーこいつもか。あの金徳でもあれだね、過分内系かな、もしかして。うん、そうですね、虹になってないんであんまり被らない感じにしてくれてると思います。はい、そう、このバントのシーンが後に領域展開につながるんで熱いやつですね。お、3枚、誰か、おいおいおい。これが地獄なんだよね。いないんだけど、あ、イタドリ R かな。イタドリ2個の、あ、一応やっぱシラス使えるようにしてくれてるんです。おい、誰も出ない。あ、一応ノバラはね、無料ガチャの方で出てるので安定はしないって感じかな。いやー、これ副産物出ねえな、絶対出ないじゃんこれ。はい、ノバラ1枚のみです。これえぐいぞ。で結構パワークエで PR とか結構もらえるので全然出ねえよ。まあそこでしっかり45を作っていく感じ。え、嘘、マジで困った。困ったな、この辺大丈夫だね。グッサンとか出ちゃうかもしれないけど、ワールドがね来るかもしれないけど、40個開ければいいのかな。ちょっとね、俺で結構こんな感じなので広げてほしいな。全然整理してないっていうのもあるんですけどね。伏黒こんなとこにいた。40連、全部いっちゃった。はい、じゃあ続きいきたいと思います。はい、めぐみです。お願いします。1枚ぐらい PSR 来てくんねえかな。これやばいわ。1枚、ほい、極拳と一緒。で骨手かな、
やる気、あれですね、あの会話とか告示とかのテーブル。PR です。あんまピックかかってないな。はい、次板取りです。お願いします。ちょっと待って、確定以外出てない。実際頼むよ。お、3枚、ここは出てくれ。あざす。国戦かっこいい。あの国戦打てないんだ。そうか、よくよく考えたら、よくよく考えたら国戦じゃないんだ。そうなんだ。東堂が気になるよね。あと、うわマジで全然出ない。うわひどいわ。はい、選択権です。お願いします。おキラン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 。おい、ちょっと誰か出て誰か出てお願い。やばいんだけど。ほい、うわ終わってんな。はい、ラストです。ラストです。ちょっとマジでガチャやば激渋い。あ、なんも出ないこれ。あー、ということで渋っ。ちょっとまあ解放とかはあのパーク A の方で結構やっぱもらえるんで、ちょっとそっち、こっちがね、こっちを結構頑張ってまあなんとか45とかには持っていけたらいいかなっていうふうに、思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価します。バイバイ。